バスコレクション全国バスコレクション全国バスコレクションは株式会社トミーテックが製造販売するバスコレクションシリーズの一つ通常のバスコレクションと同じく縮尺1150のバス模型である2013年から発売されたシリーズで日本全国の各都道府県の路線バスを製品化するという企画である 従来のバスコレクションで採用されてきた箱入りブラインドパッケージをやめ、車種を統一して作り分けも省略し、多様なバス事業者の塗装を再現したバスを網羅しようというものである。本体価格は1200円。公式サイトでは、全国のバスをモデル化せよ、ジオコレ10年目の挑戦と銘打っているが、第5弾までに東京都と大阪府の事業者が早くも2つ出ている。また、 秋田、山形、岩手、和歌山、鳥取、香川、徳島、高知、宮崎、沖縄の各県の事業者は2020年6月現在も製品化されていない。放送は、京商1、150バスシリーズのような中身の見える、ブリスターパックに変更となっている。パックへの出し入れを考えて、裏側の台紙は、接着式ではなく、ジオコレ、ザ、人間と同様に、 ブリスターパックで台紙を抑える形をとっている。当初は各製品にバス停パーツとバス停シール、行き先貼り替えシールが付属していたが、バス停パーツは第6弾から行き先貼り替えシールは第7弾から付属しないことが発表された。2017年発売の JB045 以降は公式サイトに多摩数表記はされていない。2017年11月には、 新シリーズ、私の街バスコレクションを発売。日本国内の主要6都市を運行するバス事業者のハッシュをラインナップした。これにより、翌2018年発売のゼビ051以降は、本製品は再生産しない予定となっている。なお一部製品は再生産し、車種を変更したり、行き先表示や車番を変更して発売している。 車種はいずれも大型バスで、第8弾までが、三菱不装、エアロスター、第9弾以降は三菱不装、エアロスター、イスズエルが、日のブルーリボン2、それ以降は2台メールが及びブルーリボンとなっている。以下、突起のないモデルは、ノンステップバスである。二千十三年三月四月発売。当初、j b 零零一 j b 零零四のすべてが三月、発売予定であったが、 JB004 のみ4月発売に延期となった。2013年6月発売。2013年8月発売。2013年11月発売。2014年2月発売。2014年5月発売。この製品よりバス停パーツが付属しなくなった。2014年7月発売。この製品より方向膜張り替えシールが付属しなくなった。 2014年8月発売。2014年9月発売。2015年3月発売。2015年4月発売。2015年6月発売。2015年10月発売。奈良交通は事業者限定品で JB028 の行き先表示違いバージョンを数量限定で発売していた。2015年12月発売。2016年4月発売。 2016年7月発売。2016年8月発売。2016年10月発売。2016年11月発売。2017年1月発売。この五横浜市交通局限定 JB041A が発売され、行き先表示が21系統資電保存管から102系統滝頭に変更された。いずれも車番は同じ。 2017年3月発売。2017年2017年4月発売。2017年6月発売。2017年8月発売。2018年2018年1月発売。JB037 から2国際工業バスは、2016年10月に発売された JB037 国際工業バスの行き先表示と車番違いである。 2018年2月発売。JB041 からに横浜市交通局は、2017年1月に発売された JB041 横浜市交通局の行き先表示と、車番違いである。この後、横浜市交通局限定 JB041A-2 が発売され、行き先表示が、44系統横浜駅西口から、204系統浅間庁舎庫に変更された。 いずれもシャンは同じ。2018年4月発売。JB055 仙台市交通局は、所属営業所を特定しない仕様をモデルとして、製品化され、所属営業所のシンボルマークなしで発売されている。2018年6月発売。2018年7月発売。2018年8月発売。2018年11月発売。 JB030 から2長崎県営バスは2015年12月に発売された JB030 長崎県営バスの車種と行き先表示と車番違いである。JB034 から230交通は2016年7月に発売された JB03430 交通の車種と行き先表示、車番違いである。また、全国バスコレクションとして 初の車種変更の発売となる。2018年12月発売。2019年2019年4月発売。JB024 から2円集鉄道は、2015年4月に発売された JB024 円集鉄道の車種と行き先表示、車番違いである。2019年6月発売。2019年8月発売。2019年10月発売。 2019年11月発売 JB021 からに東京空港交通は2015年3月に発売された JB021 東京空港交通の車種違いである2020年2020年1月発売2020年3月発売2020年5月発売 JB004 からに西日本鉄道渡辺通り幹線バスは 2013年4月に発売された JB004 西日本鉄道の車種と塗装違いである。2020年8月発売。2014年7月から全国バスコレクション80を発売している。こちらは縮尺180のバス模型である。ありがとうございます。